どうだ、おっしゃー、いったー、いけたー、てっててててててて、てんぐ。はい、ということで、てんぐですけども、ついにね、最強ゴリランダー降臨しましたんで、ソロでね、攻略していきたいと思います。今回使うのは、こちら。はい、コライドンでございます。こちらをね、使って攻略していきたいと思います。はい。まあ、こちらなんですけども、やっぱ格闘でね、行きたいんで、格闘テラスタイプで、あとはま、タイプドラゴンとね、格闘なので、まあ、非常にね、ノーマルには有効かなと思います。で、技なんですけど、技もですね、格闘がメインで行きますね。はい。まず基本は、つるまいやって火力を上げて、ドレインパンチ、こちらをね、使って、HP 回復しつつ、あとはですね、まあ、ビルドアップもね、時々やったりして、いけば勝てるかなと思いますんで、まあ、能力がね、戻っちゃったら厳しいかなとは思うんですけど、まあ、そこに関しては何とも言えないので、ちょっとわかんないんですけど、やっていきましょう。で、意地っ張りな性格はね、問題ないので、ちょっと怖いんですけど、やっていきましょう。噴火しまーす。さあ始まりましたね、行きましょう。どう出てくるかだよね。でも多分格闘は対策はしてると思うんだよね。だから格闘対策は取れてると思うんで、まあやすやすと負けることはないと思うんですけど、あとアクロバットが来るんじゃないかと言われてますんで、アクロバットですよね、来るかどうか、そこですよね問題は。で、俺初手思うんですけど、初手はビルドアップにしようかなと思います。やっぱ防御上げたいので、成長、うわ、攻撃ぐーんと上げて、特攻もぐーんと上げてくると、これはしんどいですね。やっぱビルドアップやっていきましょう。ビルドアップをやって、で防御こっちも上げて、あ、で防御応援もされると、でその後に鶴舞でもいいんじゃないかと。やっぱ火力高ー、何それ、急所はずるいって。いや、それは効いてないって、その火力は、それは効いてないって、あなたやりすぎでしょうよ。ドレパンでどこまで回復する、ちょっとやめましょうよ、その急所とか。まあ、回復量相当上がったからいいけど、ちょっとアクロバットさ、きついってマジで。あ、麻痺いいね、よしよし、ちょっと待って、どうしようこれ。でもこのまま行った方がいいよな、多分な。うわ、なんかもうバリア、バリア早い、バリアも早いな、こいつなら殴った方がいいよね、やっぱりね、殴った方がいいよね。で、殴って早く格闘テラスタルになればなんとかなりそう。いや、ならねえか、アクロバットある以上は。アクロバットある以上ならねえか。そうだよな、ならねえよな。どうしよう、もう一回ビルドアップやってみる。もう一回ビルドアップ、え、味方の特性消すんじゃねえよお前、マジで。味方の特性、成長も使ってくんの、2段階で、しんどすぎでしょ。3上げじゃんこれ。クリアスも、爆音波、これ特攻には勝てないぞこれ。うーわ、めっちゃ強え、マジこいつ。何こいつ、やば。一旦これは殴っといて、能力戻、いいや、とりあえず戻ってるし、一回死ぬのはしょうがないかなって感じなんで、そっからですよね。アクロバット来ちゃうから、うわー、これ PP 切れとかないんでしょ相手。これ格闘キャラきついかもな、総じて。どうしたもんか。一回でも、とりあえず、鶴舞やってから、その後、テラスタルできれば勝てるかもしんないけど、どうだろう。まず、あ、テラスタルできるな。でも鶴舞、ビルドアップかな。やっぱビルドアップ積みたいよね、やっぱり。ビルドアップ積んで、で、二回はじゃあ積んでもいいかもな、ビルドアップ。で、防御は上がるけど、特攻は上がんないんだよな。ケタグってきた。オッケー、ケタグリだったら大丈夫だ。もう一回やれば、お、なんか毒になった。いいよ、いいよ、みんな。いやー、お前もやんのかい。ずるいって。お前はやんなよ。お前十分その筋力あんだろ、お前よ。もうそれさ、ドーピングですよ、そんなの。そんな筋力でやったらお前、ボディービルダーなれないぜ、ドーピング検査で。終わりだよ、お前、言っとくけど。ねえ、やめましょうよ、ビルドアップとかいうドーピング。アクロバットはダメージ量はそんななくなったから、そしたら、ドレパンをね、やっていけば、おそらくダメージ、ある程度入ると思うんで、それであとは受けループで、まあ、ループしていけばいけるかなと思いますけど、わかりませんね。今回ちょっと厳しいかもしれない、割と。で、これで、まあ、ループしていけばいいのかなと。で、余裕ができたら、またね、鶴舞とか積みたいんですけど、余裕ができるかわかんないんで、あとはどこまで与えるかですよね。どこまで与える？あー、全然与えなーい。思った以上に与えなーい。やばいな、これは。思ったより与えなかったな。アクロバット来るけど、
これだ、もう一回ビルドアップでもいいかもしんないな。ビルドアップでもう一回やればおそらく3上げになるんで、爆音波さえ来なければなんとかなる。爆音波はダメですよ皆さん。ですよね、大丈夫ですね。でそしたらツーマイドレパンまたやって、ちょっとこれ厳しいな。最近のなんか最強レイドさ、バリア反応も早いんだよね。なんかほぼだってもうさ、ダメージない状態でさバリア張るからさ、これ厳しいよな。あとはもう桁繰りとかなら大丈夫なんで、ひたすら殴っていきましょう。でどっかもしかしたらツーマイ積んでもいいかもしんないんで、まずはこのバリア剥がしたいな。いけるかバリア。ツーマイ積んでもいいかもな。この辺りで積んでもいいかもしんない。おそらくそんなダメージは入らないんで、桁繰りになったしなんか知らないけど。だったらこれツーマイ一回積んでもいいんで、ツーマイ積んで、でこれで5上げでしょ。でこっから先ダメージめっちゃ上がるんで、あとはあアクロバット来たけどそんな食らわないから、これあとは時間の問題でいけるかもしれないぞ。どうなる。さあドレパンやっていく。でアクセルブレイクとかもはめてもいいんですけど、まあ、そこはちょっとね考えていきましょう。はい、いやそんなでも食らわないか。どうしよう。アクセルブレイクやってもいいかもね。体力てか時間足りないかもな、これな。オッケーオッケー、そんな食らわないから。でとりあえずアクセルブレイクもやっていきましょう。そしたらいやこれ防御下げたいな相手の。な防御下げれたらこれいけるんだけどな。どう、多分ねバリアは剥がせると思うんだよね。あとはだからもうこれ連打かな。アクセルブレイクギリギリかな、それで結構ねギリギリかな。それで桁繰りに変わったしね。よしよしよし、爆音波してこなければなんとかなる。あとは連打。さあどうなる。連打でいけましょう、いけましょう、いきましょう。どう、よしよしよし、もうちょっといけるかもしれないぞ。よしよしよし、悪い効果ないもんね、ないもんね、ないからいい効果しかないもんね。いやー時間はねちょっと足りないんですけど、確かに。うん、でもみんなもうねこれでダメージ OK。 アクセルブレイク連打でこれいけるかもしれないな。どうだろう、いけないかな。うわー厳しい、ギリギリだな、すごくギリギリ。わかんない。よし頑張れ頑張れ、アクセルブレイク連打で頼む頼むよ。ちょっとみんな頑張れ。みんなもう何も補正かかってないから厳しいよな。よし赤まで来た、赤まで来た、いける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 ぞ。これはなんとかコライドンで、大丈夫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 、連打していけば最後なんか決めたい。頼む、時間的にギリギリ間に合ってくれ。どうだ、おっしゃー、いったー、いけたー、怖えー、あ、急所だ。まあ、急所か。まあ、急所だから、まあ、ちょっとね、ちょっと例外はあるかもしんないけど、まあ、いけはいけたんで、はい、コライドンでもいけますね、あのようにやっていけば。で、今回、攻撃に補正ね、努力値振ってないので、おそらく振ればもっと余裕あると思いますんで、いけますね、今回ね。まあ、今回捕まえずに行きましょう。で、報酬はどうか。ああ、まあ、なんとも言えんな。あ、でも、インドメタシンもらえるんだ、また。テラピースももらえたりするから。あ、これはでもいいですね。はい。といった感じで、コライドンで攻略できますんで、皆さんね、コライドンある人は、やってみてください。はい。といった感じの攻略動画でした。こんな感じの動画、バンバン出していきますんで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、皆さん、お疲れ様でした。さよなら。